石浜紅子は日本の文筆家、イラストレーター、衣装デザイナー、大阪市出身。父は作家の石浜爪九1977年13歳の時に父、爪夫た一人と共にヨットで大西洋横断を達成した。公開後、ヨットによる無機構大西洋横断公開で世界最年少記録を樹立したことを知る。20歳代まで、 民族学研究者のアフリカ、中央、アジアなどの調査旅行に同行した。1990年、大阪市立海洋博物館計画懇話会の委員となった。2000年6月28日、同年7月14日に開館する海洋博物館、何和の海の時空館の初代館長に就任することが決定した。2010年から名誉館長。 ABCD 大阪府立文化情報センター等、編著、水戸大阪製水期2009年、b 1 5 7朝日新聞、東京版1977年7月29日、8面、中二でっかい夏休み、大西洋を、ヨット横断、トーラ3人で1ヶ月半28日イーコール安藤、特派員。AB 朝日新聞、 東京版1977年9月6日、23面、お見事、でっかい夏休み、中学2年、大西洋横断、大阪のヨット、ベニコリスボン港に到着。次長、海よ、私はくじけない1979年、P197。朝日新聞、大阪版2000年8月21日、29面、世界の海の交流体感、何和の海の時空間。 石浜艦長に聞く。朝日新聞、大阪版2000年6月29日、35面、石浜紅子さん、時空館艦,艦長に、来月14日オープン。何和の海の時空館名誉艦長の称号、贈呈式を行います。大阪市港湾局、2010年3月31日報道資料、ありがとうございます。